こんにちは。3人と3匹のシンプルライフ、さちまるです。我が家には1歳7ヶ月になる娘がいます。ドタバタ大騒ぎですが、楽しい毎日を過ごしています。娘と楽しく過ごす中、おもちゃ収納がまだできていませんでした。今回はおもちゃ収納を新しく考えていきます。我が家はリビングにある 4.5 畳の小上がりの畳が遊びのスペースになっています。遊びスペースの問題点は3つ。1、おもちゃの収納場所がない。収納はおもちゃが増えてきた時に考えようと思っていたので、今まで手をつけていませんでした。とりあえず手元にあったボックスに入れて、分類はまだできていません。問題点2つ目、本棚がボロボロ。本棚は気に入ったものが見つかるまでと思い、段ボールで自作したものを使っていましたが、さすがに寿命が来ました。問題点3つ目、おままごとのキッチンが低くて遊びにくそう。おままごとキッチンは畳に直置きだと高さが合わないようです。今後を考えると台が必要になってきます。卓上キッチンを探していましたが、こちらも気に入ったものが見つからず、自作のものです。おもちゃの収納場所を作る。今の本棚は廃棄し、本を入れられる場所を作る。キッチンの台を用意する。こちらの3点を改善していきたいと思います。おもちゃ収納に求めているものは、1、シンプル。2、組み替えて使用できる。3、浅い奥行きの3点です。長い間探しましたが、IKEA で求めていた収納に出会えました。キューブ型のキャビネット、Aケトです。こちらを8個購入してきました。早速組み立てていきます。サイズは縦35、奥行き25、高さ35センチです。色は8色あり、私はブラウン、ボールナット調を選びました。使用する際はレールで壁に引っ掛けるか足をつけるそうですが、私は直置きで使用します。レビューで組み立てが大変とありましたが、本当に大変でした。組み立ては5つのパーツをはめ込んでいくだけなので簡単なのですが、なかなかはまりません。しっかりと奥まで入らず微妙にずれている、そんな感じです。主人にも頼みましたが、きれいに押し込むことはできず、ゴムハンマーで叩いてはめ込みました。小さなパーツを4辺の穴に入れて、奥の板が動かないようにします。他にも付属のパーツがたくさんありますが、とりあえず使わないものは片付けておきます。8個の棚が完成した頃には、おもちゃコーナーはご覧のありさま、すべてを片付けます。8個、自由に置くことができるので、模様替えがたくさんできそうです。いろいろな形に変えることで、子供も新鮮な気持ちで遊ぶことができますね。どのパターンで置こうか悩みました。おもちゃを置いてみて、イメージを膨らませます。配置が決まったら金具で固定します。こちらは棚とは別売りの金具で、棚の裏にある穴に差し込み固定するそうです。小さなパーツを2つはめ込み、しっかりと固定するのですが、今回私は直置き1段での使用、今後組み替えることも考え、小さなパーツ1つで固定することにしました。金具も中央の穴に入れるそうですが、背面同士をくっつけて使用する予定なので、ずらして固定することにしました。説明書通りの使い方ではありませんが、しっかりと固定されています。前面はパカパカしています。金具を留めたのでおもちゃを配置して完了です。前面はパカパカしていましたが、配置してみると棚を触ったり動かしたりすることはないので気になりませんでした。おもちゃを入れるカゴは数を増やしたので分類分けもできるようになりました。本棚は廃棄し、おままごとは少し高い気はしますが、以前より気合が入って遊んでいるように感じます。おもちゃコーナーと絵本コーナーが分かれているので混ざることが少なくなり、棚の上が広々としているのでおもちゃを広げて遊べるようになりました。表面やサイドにネジが見えず、ファイルもすっきりと収納できるので長く使用できそうです。模様替えをして猫たちも喜んでるような気がします。悩んできた収納が満足いくものになってよかったです。この動画が皆さんの参考になれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。